ヘズマに騙された青汁の説得力はすごいね何も言えなくない説得力なさすぎでしょこれはいすいません <laughs> これこれ誕生日来てくださいそうこれこれさん誕生日らしいんですよねおめでとうございます僕これこれさんにね応援これこれさんのことはま純粋にいろいろありましたけど本当に今応援してるんで行きたいんですよ行きたいんだけどなんかライバーの NG リストっていうのがあるらしくてですね ライバーの NG リストに入ってる人なんか2人いるらしいんですけど、ヘズマ竜と、あともう1人誰だと思います皆さん、あもうそうですね、察してくださいも、もはい、あいつなんですよ、はい、この、青汁なんですよ、はい、だから、これこれさん誕生日祝いたいんですけど、僕、ライバー NG なんで、いけないんですよね、はい、ヘズマと同列なんで、僕ぐらいになると。 そうなんですよだからこれこれさんにおめでとうございますって配信で言うぐらいですみません、多分行いけそうにないです、はいまあ、ちなみにどっかのタイミングでた、まあ、多分話題になると思うんですけど、まあ、ついに僕は会いましたよ、はい、これ、た多分楽しい話として出ると思うんで、まあ、今言わんときます、楽しい話として出るんで、あ楽しみにしててください、はい、<laughs> 僕ね、ペルーに行こうとしたんですよ、まあ、行ったんですけどね、パリから行ったんですよ。 でなんでかっていうと、ペルーってまあ皆さん、チリ分かるか分かんないですけど、アメリカの近くなんですよね、だから普通、アメリカを経由して、ペルー行った方が近いんですよ、アメリカ経由でペルー行ったら16時間ぐらいで行けるんですけど、僕、わざわざパリに行って、パリから飛んで、すげえ超遠回りしたんですよ、なんでかっていうとですね、あのーまあ、アメリカにですね入れないですよね、はい。 あの別にアメリカに旅行に行くだけじゃなくてなんか乗り換えでち,ちょっと行くのもだめなんですよな、うん、まあ、でかっていうと、まあ、やっぱ捕まったからですね、はい、逮捕歴があるとアメリカにエスタで入れないんですよこれそうだから、ね、あのすげえ遠回りしていかないといけないんですよ もちろんなんか、それこそ堀江さんがハワイ行ったりとか、いろいろ捕まったことがある人もど、いろんなとこ行ってるからあ、方法はあるんだと思うんだけど、すげえ時間かかるし、英語喋れないとなんか入れないらしいんですよ。僕、英語も喋れないんで、ね、仕方ないから遠回りするしかないんですよ。お金もかけて。はい。まあ、そういうね、あの、かわいそうな男なんですよ。はい。 だから次はまたペルーまで行くと超遠いから、まあ、ペルーに行くとしたらメキシコ経由かパリ経由でしか行けないんで、僕は次、コスタリカだったらねメキシコから近いから、まあ、時間もかかんないしちょっと時間もないんでコスタリカ行ってその儀式を受けようかなと思ってます。ANA のメキシコ直行便からのメキシ,メキメキシコからの直行便で、ねはい、すげえ足かせなんだよこう足かせの中で生きていくんだよ、こっちは。はい 堀江さんいや、ビザ取ったら多分アメリカ入れるんだと思うんだけど、まあ、ビザ取るの時間かかるからさ、足かせを背負って生きていくんですよ、こうやって。めでとご,い <laughs> ごめんなさい、足かせを背負ってさ、生きていきましょうよ。うん、まあ、そういうことがあるんですね。何年ダメとかじゃなくて、一回でも過去に捕まったことがあったら、えー、ダメらしいです。はい。エスタっていう、基本的に多分皆さん、ハワイ行ったりするときに、なんか、ピーって勝手に入れるのあるじゃん。あれ使えないんですよ、僕たちは。 だから、ビザ取らないといけないんですよ、だからね、本当にね、捕まらない方がいいですよ、まあ、捕まると思って捕まったわけじゃないんだけど、まあ、見せしめだろうがなんだろうが、やっぱ捕まった、ねあの、捕まったようなことがあると、そういう足かせがずっとあるんで、まあ、河合町なんですよ、河、は、合、い、町ですよ、本当に。